はい、CD 科目クラブです。今回は、新入荷したシフトアップの、ピストンですね。62ミリですね。あ、変形ピストンなんだね、これもやっぱし。あ、削れがおかしいんじゃねえか。変形ピストン、これ見るっていうのは、多分ヒラブル。あれ？こっちそんなになってねえぞ。ちょっと待って。重さはじゃあ、後から測りますね。じゃあ、測ってもらって。一応、カタログ上は、62ミリっていうことなんですけど、入れていいな。でも、1.8 ぐらいだね。どういうことなのかね。一応、62ってなってたもんね。9ぐらい。焦らせよ。それはね、ここはやっぱ高いよね。ホッシュかこれ。ホッシュかもしれんね。ホットだな。モットとか。モットだね。そうっすね。このサイズが違ったら決めよう。全然違うわけねえから。あれだけど、スカートのこの仕上がりが違うな、ここ。この仕上がり。雑だね。結構雑だね。右も左もない。それはない。あ、インとアウト側だけあるだけなので。さすがに、このシフトとしての一緒だよね。これは一緒だね。重さはかかってるね。じゃあちょっと重さを測ってみます。はい、 CB 科目クラブです。小林くんです。それでは、今回ゲットした、こちらピストンですね。こちらピストンが、62ミリのシフトアップのハイコンピストンですね。で、重さが、133.1 ですね。じゃあ純正側の方、ちょっとトップのリングだけついてます。ちょっとついてますけど、はい、どうでしょうか。おお、重たいね。重たいですね。トップリングあっても取っても重たい。重たいね。ということはシフトアップのやつはやっぱ高性能でないでしょうか。ちょっとトップの比較どうですかね。サイドとトップどう、高さ。ピストンピンある高さ。ピストンピン、ピストンピン入れたと。あ、やっぱ厚いね。やっぱ、カタログ上 1.5 ミリ厚いトップが出てるみたいなんで、要チェックポイントですね。で、あとトップの状態を、そうですね。ちょっとカーブついてるようなんですけど、そうですね。はい、組み立てするのが楽しみでーす。